ジュンドル純氏との離婚が成立したことを報告した広末涼子報告の中で不倫騒動に執着宣言を行ったものの騒動で深く傷ついたある人物への配慮が欠けていたようだ広末は7月23日に所属事務所フラームの公式サイトを通じて私事ではありますが私と広末淳さんとは話し合いをした上で 離婚することに合意し離婚届を提出いたしましたと離婚を発表3人の子供たちの親権は広末が持つというさらに発表のいきさつについてプライベートな内容でまたお騒がせしてしまうことを懸念しこの度の離婚のご報告をすべきかどうか正直とても悩みましたしかしこの報告をもって今回の1件が執着し これ以上子どもたちの不安や心配が広がることのないことを願ってお伝えさせていただくことに決めましたとコメント自身の離婚の発表で騒動が執着するのではないかとの考えも明らかにしていたしかし今回の不倫騒動で苦しむのは広末とキャンドル氏の家族だけではない 不倫相手の料理人鳥羽周作氏45にも妻と2人の子供がいるのだ鳥羽さんは不倫発覚後「週刊文春」のインタビューに応じ彼女には今も本気で向き合っていると広末さんへの愛をはばかることなく語っていました不倫をされただけでなく自分との間に子供を2人設けた夫が 不倫相手への愛を大々的に語っているのを見聞きした鳥羽シェフの妻の気持ちはいかほどのものでしょうかさらに鳥羽シェフの子供たちはまだ幼くこれからお金がかかる時期です今後離婚をしても妻が鳥羽シェフから受け取れる医者料の一般的な相場は50万から300万円 トバシェフは週刊文春の取材に対し、5年間で築いたお金もほぼなくなった、と答えていますから、養育費を払ってもらうにしても多くは望めない可能性があります。何より今回の不倫騒動で受けた精神的な苦痛は計り知れません。トバシェフの妻子にとっては、今回の騒動は全く、執着、していないのです。 このタイミングで広末さんが「執着」と言ってしまうのはあまりに無神経ではないでしょうかタレントのアンミカ51も広末の「執着」発言に不快感を示している7月24日情報ライブミヤネや日本テレビ系に出演し以下のように語ったのだ広末さんにとって 今回の件が執着だとしても、奥さんにとっては自分が離婚を切り出されるかもしれないという不安のスタートにもなりうるんじゃないかと考えると、一件が執着したと言い切ってしまうのは、奥様に配慮が足りないんじゃないかなと感じますね。広末からは、未だに戸場シェフの妻子の存在は見えないのだろうか。以下は、ネチズンのコメントをまとめたものです。 これ以上子どもたちの不安や心配が広がることのないことを願ってお伝えさせていただくことに決めました子どもたちの不安や心配が広がることをしたのは誰ですか鳥羽さんもそうですが自身の行動と発言が矛盾しています子どもがいる大人としてもっと自覚を持つべきです鳥羽の奥さんかなりしんどいことだと思います お子さんがまだ小さいでしょうから子供のことを一番にしてほしいですただ少しでも落ち着いたら鳥羽の金を使って広末涼子を訴えてほしい広末涼子は離婚したことでのほほんと芸能界復帰するつもりやそんなことは許したらあかんと思うしんどいと思うけど自分の家庭めちゃくちゃにされたんやから軽々しく復帰なんてさせたらあかんと思う 鳥羽の奥さんを応援してます。頑張れ。